皆さんこんにちは、ベビーレジェンド染田です。本日なんですけれども、ジムバッグ、どういったものを使ってるかを紹介してくださいっていうね、ちょっと依頼がありましたんで、本日はね、私染田のジムバッグの中身をね、紹介していきたいと思います。ジムにね、通ってる方でたくさんおられるかと思うんですけれども、まず皆さんジムバッグとか持ってるんですかね。まあジムバッグ持ってれば持ってるほどね、こう結構いい部分もありますんでね、まあその辺も踏まえて早速ね、紹介していきたいと思います。僕はね、これぐらいのね、カバンにまとめてね、ジムに持って行ってます。ちょっとね、本当にもうかなり使い込んでるんで、汚くなっちゃってるんですけど、まあ、これが僕のリアルなんで、早速ね、紹介していきたいと思います。ベンチプレスされる方とかは、多分持っておられるであろう定番のアイテムですね。リストラップですね。手首をね、こう固めてね、補強するトレーニングギアですね。で僕はあの、2タイプ持ってまして、ベンチプレスとかでね、高重量持つときはこちらのね、赤い方を使ってまして、もう少しね、ライトめな重量を扱うときにはね、こちらのビーレジェンドのね、ノベルティグッズでもらえていたリストラップを使用させていただいております。で、なぜね、こちらのね、リストラップを使うかと言いますと、最初のうちはね、僕もつけずにトレーニングしていたんですけど、トレーニングを重ねるうちに扱えるね、重量っていうのをだんだん伸びていくんですね。重量が伸びていくに比例して、手首にね、かかる負担っていうのがだんだん大きくなってきて、先にね、手首がね、ちょっと痛くなってくるっていう症状が出てきました。やっぱり重い重量を扱うと、こう手首が裏に返ったりするんで、ここの関節にね、やっぱり負担がかかるんですね。そういった時にね、リストラップを使って手首を固定してあげるんですね。しっかり締めてね、こう固定してあげることで、手首にかかる負担がかなり軽減します。実際僕もね、リストラップを導入してから手首のね、痛みっていうのがね、ほとんどなくなったんで、ちょっと手首にね、違和感を感じるなとか、そういった方がね、おられれば、ぜひね、こういうアイテムの導入検討していただいてもいいのかと思います。次はね、こちらですね、パワーグリップですね。懸垂とかラットプルダウンとかのマシンで効いてくる種目があります。やっぱりそれはね、行う上でしっかり、ね、握ってあげなくちゃいけないんですけど、背中のね、筋肉がオールアウトするより先に結構ね、握力がね、なくなっちゃって、こう背中のね、トレーニングができなくなるっていうことが起こってきます。まあ、そういった時にね、こちらのね、パワーグリップを巻いてあげて、握力のね、補助ですよね。これをしてあげることでね、背中の筋肉より先に握力がね、なくなるってことがなくなるんで、こちらのアイテムを使用しております。で、これをね、使うまでは背中のね、筋肉のトレーニングの時にやっぱりしっかり握らないと離してしまうんで、こう握るっていう意識が強くなってしまってて、まあ、背中のトレーニングというよりかは、まあ、前腕のトレーニングになってた部分があったと思います。ただね、このアイテムを導入することによって意識が背中にね、しっかり向けれますんで、よりね、背中に効きやすいトレーニングにつながるかと思います。こういうアイテムも僕使ってます。これもね、引っ張る種目の時に使うんですけど、主にデッドリフトとかですね、そこからね、上に引き上げる種目の時にバーベルにね、巻きつけて使うような使い方をします。こういう形になっているんで、これをね、ダンベルであったりバーベルに巻きつけて、まあ、握り込むっていう形ですね。これでね、握る力の、ね、補助になりますんで、高重量を扱う時とかはこういうアイテムを使っております。で、次ですね、こちら、まあ、ベルトですよね。まあ、ベルトの方は主に腹圧をね、かける種目の時に使うんですけど、スクワットとかでこうバーベルをね、担いだ時にうまく腹圧がかけれなくて、腰痛めちゃうっていう方がね、非常に多いかと思います。こういったベルトをしっかり巻いて腹圧をかけて、でしっかり体幹を固めてね、担いであげることで、まあ、そういったね、腰を痛めるリスクっていうのをね、減らしてあげることができます。これからトレーニング始めるっていう人であればね、一番最初にね、取り入れてほしいアイテム、ベルトになっております。ぜひね、こちらをご活用ください。で、次こちらですね、トレーニングノートですね。内容はちょっと本当に汚い字で殴り書きのように書いてるんですけど、こんな感じで毎回撮ってます。トレーニングノートを付け出したのは本当1年ぐらい前からなんですけど、それまではこうトレーニングのね、記録をつけずに、まあ、頭の中でね、記憶してですね、やってたんですけど、ここ1年記録を付け出して自分のね、成長をね、見ることで、ね、感じることができるんで、本当にね、ノートをつける意味っていうのを感じております。今日例えば胸のトレーニングだとして、前回例えば1種目目にね、ベンチプレスを例えば100キロで何回やってましたっていうのを確認して、今日のトレーニングは前回のね、トレーニングより重量を少し上げて行う
であったり回数を1回でも多く上げるっていう部分をね意識して、まあ、トレーニングしてあげることによって前回よりね成長したね自分になれると思っております。ですんでねこうしっかり記録して確認してで今日のトレーニングに生かすっていうこのねサイクルをねしっかりしていただくことで必ずね一歩ずつ前進しているっていうことが認識できる本当にね大事なアイテムになっているかと思います。トレーニングノートを取ることをおすすめします。で最後にねこれですねパネルと三段ストッカーですね。パネルの方にはプロテインをここに入れて持っていっている形です。今ちょっと中入ってないんですけどここにね入れるとだいたいね 30g から45g ぐらいパウダーで入れるんですね。タンパク質でいうとだいたい 20g から、ね、30g 取れる計算になってます。トレーニング後にね飲むためにねここに入れて僕は持っていくようにしてます。でこっちのね三段ストッカーの方にはグルタミン BCAA EA っていう形で入れてます。ジャンボシェーカーも一緒にねこのバッグと一緒に持っていくんですけどそこにね EAA であったり BCAA をね入れるような形で飲んでます。で最近はもうBCAA を飲んでるんですけど減量中とかは EAA に変えて飲むような形です。トレーニング中に飲むのがこっちの BCAA と EAA になりますね。トレーニングが終わった時にグルタミンをだいたい 10g ぐらいですかね飲むようにしてます。まあ、本当にビルダー飲みってやつですよね。こういうちっちゃいスプーン100円均一とかで売ってるんでこういう感じのねスプーンの中に入れておいてすり切ったらだいたい 5g ぐらい計量できるようになっているんでそれをだいたい2スクープぐらい飲むようにしてます。例えば足トレとかでね本当に疲れたなっていう時とかは3スクープ飲んだりします。外出先とかでもね摂取できるんで本当に重宝してます。三段ストッカーです。でこちらのねカバンにつけてるこの富士山のストラップはジムのね会員さんにねお土産で買ってきてもらってそのジムのね会員さんと僕がつけてるっていうねまあこう友情の証ですねこのねジムバッグの中に入ってるのはだいたい今こんな内容になっております。例えばねこれからねジムに通いたいなっていう思ってくださってる方のね参考になればいいと思いますしこの話聞いてね取り入れてみようと思った方はねぜひご自身のねトレーニングアイテムに追加してもらったらいいかと思います。でまたねこれ入ってないじゃないかとかねそういうね意見がありましたらぜひコメント欄で教えてください。僕もねまだまだ未熟な立場なんでもっとねトレーニングの練度を高めていきたいと思ってますんでこういうアイテムもあるよっていうのがあればぜひコメント欄の方で教えてください。それではねまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。